10月19日火曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩司の OK! 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。まあ今週はスペシャルウィークということでですね。まあそうすると、あの各番組凝った番線を作ってですね、はい、それをいろんな時間帯で流すと、この直前も、まああの、いつもだとね、お昼の番組の番線が流れる中なんですが、 先ほど流れたのは、えー、オールナイトニッポンミュージックテン、えー、夜10時からの番宣、はいねえー、流れてましたけどそうなんですよ。で昭和大王全員集合、もう一回ということで。そう。ね、で、今直前で本当、CM の最後のところで、んマンダムっていうのがあって、はい、これに対して、マンダムってなんだって新行アナウンサーが、もう一生懸命今スマホで調べ始めているとことなんですけど、はい、あの男性用化粧品のマンダムっていうやつのですね、<laughs> そのマンダムしてるんですけど、そうん、マンダムは一体た何なんですかいや、その、CM のところで、こう流れてくるというか、<は>その出てくる、あの髭げのですね、まあ、男臭いおっちゃんがこう、うん、マンダムっていうっていう、へ<ー>そこ、そこですよ、まあ、俺もリアルタイムでってわけじゃないんだから、ね、そうなんですか、ええ、今、見たかのような感じで,で。あの、男の世界っていう、その、テーマ曲というか、CM ソングがものすごく、当時、売れたっていうですね、<ー>そこ、こんな話も、私、リアルタイムじゃな ないんですよただ AM ラジオ局に入るとお前 <laughs> 昔はそうだったんだ20年ぐらい前さ <laughs> 俺入社した頃さお前そんなことも知らないのかって言ってこんこんと説教されたりなんかして会社のね、えー、CD ルーム。 にこうお前ちょっとこもって曲勉強しろなんて言われてですね。あでもありますよねそれは。<laughs> 私もまだまだあの不勉強ですけれど入社してそれこそ本当に歌謡曲とか演歌とかこう触れる機会が増えて。そうだよね。でしかもエレクトーンをさ、えー、はい。ねえ伴奏弾いてみたいなことをやってたからさ。そうなんですよ。中継コーナーであの歌手の方と一緒にこうご一緒させていただいて一緒にみんなで歌うっていうので歌謡曲とか演歌とかで伴奏もね,ねあのやる機会があったのでもういっぱい。 聞きましたした一人でなこ <laughs> うそうそう。これあの、多分 AM ラジオあるあるで、<laughs> 仮に FM ラジオに入ったらこんなことはしなくていいんだろうなと思いますが。<laughs> そうなんですよ。で、何の話だっけそうそうそう。そうそうそう。あのー、ね、えー、ミュージックテもぜひお聞きいただければと。でも昭和ということでね、確かにこの10月19日ってやっぱいいろんなこと思い出すなっていうのがですね、<う>10.19ですよ。 やっぱりこれも昭和の最後の最後の出来事でありましたが1989年だったと思うんですけれども、えー、時のパシフィック・リーグは。 えー、最後の最後まで試合がもつれて、そう、昭和63だから88年か。88年か。で、えー、最後の最後までですね、あの、このペナントレースの行方がもつれにもつれて、はい、先に日程を終えた西武ライオンズが一応優勝大手かかってたんだけれども、えー、最後の最後の、えー、ロッテと近鉄のダブルヘッダーの試合で、ロッテが、あ近鉄が、えー、ここに確か2連勝すれば、逆転優勝が決まるという大一番で、はい、でそして そしてえー、第一試合は確か近鉄が取ったんだっけな僕ね、その辺もちょっとあやふやなんだけどあ7歳ぐららいですからねとにかく第二試合までもつれて第二試合で最後の最後に <laughs>、はい、うんあと一本が出ずに近鉄が引き分けかなんかになって、はあ、でしかもそれも、あのー、こう時間が区切られていて、えっとね、9時だったか10時だったかを超えて次の,あのインニングに入らないっていう規定が当時あっ で,ええ、で、あの、近鉄はビジターだったから、表の攻撃で、ここで点が入らなければ、次の回は、イニングはないぞ、ということになって、うん、で、もう10時過ぎてたわけですよ。で、あの、その試合の模様を、確か当時の、テレビ朝日が中継をしてたんだけど、時間が遅れに遅れて、えー、ニュースステーションの頭でもずっと中継してたっていう、ね。えー ことが確かあってですね。で、それがあの10.19っていうプロ野球ファンが誰もが記,録記憶する日付であってですね。で、あの、あの、観光鳥のなく川崎球場が満員札止めになったという、えー、伝説のこう試合の日付でもあると。 というところなんですが、そしてそのくしくも10.19にですね、えー、あの当時確かに優勝を西武ライオンズ球場で待ちに待っていたその西武のね、うん、えー、同じユニフォームを着た松坂大輔投手が最後のマウンドを迎えるという、なんというか歴史というものはですね、意、うん、を踏むもんがあるんだなとかね、えー、いろいろと因果を感じるところでありますが、はい、そうなんですよ。えー、今日松坂大輔投手が最後の マウンドに登ると。えー、その模様は、まあニッポンソーショアップナイターでもね、えー、随時お伝えすると。えー、一応先発で、そして最初の打者一人に対して投げるということなので、はい、まあその部分はですね、えー、十分に、えー、お聞きいただくことができると思います。えー、西武ライオンズ球場改め、今は西武ドームでありますけれども、えー、こちらには小口和夫アナウンサーがいて実況をすると。 いうことになっております。まあ、ここもですね、えー、えー、やっぱ神奈川県出身で松坂さん僕の一個上と、もうね、やっぱ横浜高校黄金時代であり、 そしてそこから西部に入ってっていうね。うん、で、さらにはメジャーに挑戦し、そして戻ってきてと。いや、いろんなことがこう、巨来する中のマウンドなんだろうな、というあたりも含めて、ね。えー、このあたりの引きどころは、あの、ちょうど6時50分過ぎに、えー、エンタメト,トレンドアップのゾーンでまた詳しく、えー、今日はですね、あのー、松坂さんの様子もありつつ、そして、えー、こんなに優勝の行方がもつれにもつれてっていうのは、まさにその10.19依頼んじゃないかな、というようなですね。はいうん え、えー、セリーグの、まあ、主意工というかですね、もうマジックは、えー、ヘリに減ってるわけですけれども、えー、ヤクルトと阪神の試合、甲子園球場から、えー、こちらもですね、ショーアップナイターでお送りしてまいりますので、えー、え、ぜひ、今日も日本放送三昧で、えー、お楽しみいただければと思います。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、ニュースについてぜひメールやツイッターお寄せください。えー、オープニングであやふやなトークをしたんです。その訂正がいろいろ届いてますね。えー、こちらは平成侍通撃隊長さん。 イーダーナ、セーブドームは、メットライフドームと、今言われてますよ。大変失礼いたしました。そうですね。失礼いたしました。えーえー、それから、マンダムの、あの、おっさんは、チャールズブロンソンでしょうが、っていうのも、たくさんの人からいただいておました。はい、ありがとうございます。さあ、今朝のコメンテーターは、朝日新聞編集員の峰村健二さんです。この後、すぐのご登場、まずは、ええー、今日公示、衆議院選挙。まあ、この論点について、伺ってまいります。そして、次第ですが、えー、政府が主要産油国に増産を要請、ガソリンの値段が高くなって。 おります、えー、そして、LINE の個人情報管理問題について、えー、新聞協会賞も、宮村さん、えー、朝日新聞受賞されております、えー。ニュースネットワークのゾーンでじっくりと、えー、そして、えー、ニュースキーワード7時30分頃ですが、極超音速ミサイルについて、えー、そして、えー、スクープアップのゾーンでは中国当局がソニーの中国法人に対して罰金1700万円を貸したというニュースなど取り上げてまいります。さあ、この時間からコメンテーターの方が

習近平体制誕生の内幕を最前線で取材されました。え、2011年には優れた報道で国際理解に貢献したジャーナリストに贈られる、ボーン・上田記念国際記者賞を受賞されています。え、その後、ハーバード大学のフェアバンクセンター中国研究所客員研究員などを経て、アメリカ総局員に、え、現在は朝日新聞編集委員としてアメリカ、中国など、え、外交を中心に担当されていらっしゃいます。そして、え、今月6日、 え、優れた報道に送られる日本新聞協会の2021年度新聞協会賞を受賞されました。おめでとうございます。ありがとうございます。ますありがとうございます。えー、LINE 問題、えー、個人情報管理問題スクープと関連報道ということで、まあもちろんね、これはあの、チームで取られたというところですけれども、はい、それを引っ張られた。 ねえー、この話後ほどですね、40、はい、分過ぎのえー、おはようニュースネットワークのゾーンで、ね、熱、はいと出していただきます、よろしくお願いします。<laughs> で、まあそれに先立って、えー、今日いよいよお衆院選が公示となるというところであります。前回ご出演いただいたのが自民党の総裁選の直後、直後でしたね。とことで生々しいタイミングでしたがあの当時は。はい 選挙もう一周後じゃないか、あれ二周後じゃないかみたいなことも言われてましたけど、ね、いやー、なんか急転直下みたいな感じですね。うんまあ、かなりこ電撃解散に近いかなという気はしますけど、うん、まあでも今のこのコロナの状況、かなり収まってる状況とかって考えると、はい 与党としては、まあ、いいタイミングだったのかなという気はしますねまあね、内閣支持率とそのコロナの感染者数の増減っていうのがリンクするんだなんてね、はい、話がいわれてますもんね、そうですねやはり一番のまただと思いますし、あとまあ結構、閣僚とかの立ち上がりもすごく早かった。 そういう意味でもスピーディーにこうやられたんだろうなというふうな感じはしますねで、この間もちょっと政権の幹部の話をちょっと聞くと、はい、やはり岸田首相がこう<え>なて、なてうんですか、一番この前倒しの解散っていうのにこだわってらっしゃったっていう話だったので、そのあたりはこう勝ちに行くっていうところがあるんじゃないですかね、自信<ー>が。 最後は一人で決めたみたいな報道されてます、ね、あ、なるほども本当みたいですね。意外となんか聞いてみるとあの岸田さんって私も外務大臣の印象の時って結構あって、はい、あのま聞く耳おしゃご本人おっしゃってる通り聞く耳な感じはするしてしてますし、はい、聞くだけで終わるような印象があったんですけども、うんやはりこの総裁選を経て。はい まあ一度もう終わったと、本当に言われてたこの方が復活したっていうところで、すごく変わったっていう評価皆さん多いですね,ですねうん。よくね、その、あの前の前の総理の安倍さんが第一次政権の失敗ってものにこう挫折にね、一、うんうん、年放棄した。 それが原動力になったとっ言われますけど、やっぱり岸田さんもそういう周りからの冷たい評価みたいなものからの一年放棄というのはあったんですかそうですねあの、特に広島の選挙区でのごたごたでの、あ,<ー>まあ、ある意味、自分の,この足元でああいうごたごたがあって、はい、っていう、あのもうあれははっきりと言って、政治生命終わったに近かったっていう意味でそこでどん底から生え上がったっていう意味でその,あの安倍さんといち似たような、このある意味、パワーが。 こう出てきてきていうところあると思います、ねであの,まああの総裁選の直後にも皆村さんは指摘されてましたが、はい、やっぱりこう党の中の人事も相当変わったそれこそね幹事長が二階さんから甘利さんに変わったという、はい、まあこれ選挙の司令塔っていう意味もありますが、はい、やっぱりそれ以上の意味がありますか このまあ、私的に言うと、正常化されるんじゃないかという期待をすごくしています。というのは、今回の2つポイントがあって、はい、かなり党、自民党の党が強い婦人高市さんとか甘え、はい、さんとかっていう,こう政策通がこう党の中に入っていると、党がまあこの政府をこうコントロールするという形になっているという気がします。はい、それれが一一つつとももうつやはりそのこれまでいいろんな節目を見ていても 例えば日米、えー、あの首脳会談のこの間ありましたけども、台湾海峡って入れるか入れないかって一番重要なこの国、うん、日本にとって重要な時にもですね、はい、やはりその政権幹部の話を聞いてると、二階、うんえー、当時の幹事長が相当そこ,こう邪魔をしてきたと。 入れるなとそんなことしたら中国との関係、どうなるんだって、怒鳴り込んできたというような話も結構入ってきてたので、本来やるべき対中政策ができてこな,なかったこの数年間だったと思うんですね、それがこうしっかりこう一番今も、うもうまた中国ですよ、はっきり言って、そこをこれまでできなかったっていう、この不健全な状況から、しっかりこうできるように議論する。 っていうような体制っていうのを期待をしてます、ね、うん、まあ、その辺ね、あね、外務・防衛の大臣は変えずに、はい、で、党の夫人が変わるっていうあたりは、まあ、やっぱりこの、より外交を強くしていこうっていうところですそうですね、やはり継続性、今、相当動いてますので、継続性をその大臣を留任するって形で担保する、だけれども、党の方でうまくそれをこう、なんていうんでを補佐すると、サポート、むしろもっと引っ張っていくっていうような、この構図っていうのがしっかり出来上がると、 強い婦人になるんではないかなとは期待してます、ね、うん。他方その、党の方に政策通が言っている状態で,でただこう霞ヶ関と永田町全体の関係性化するとここ2、30年間ずっと官邸を強くするというのをやってきた、はい、これうが、まあ、った見方というかうがった見方の人に言わせるとこれは。 党の方に全部押し込めておいて、うん、で、えー、霞ヶ関でいいように、できるようにしてるんだという指摘もありますがこれどうすあ、私はそう思わないですね、で特に今,この今の政権、この間の政権っていうのは、もうたった17日の、うん、もう私、選挙管理内閣だと思ってるんで、ね、<ー>だからか、はい、正直、もう極端に言えば閣僚誰こ用ようがあんまり大事じゃなくて、むしろ党ですよね。昨日例えばあのあ<ー>討論会見てても、はい、やはり あの各政調会長とかがこう議論したりとか、党首が議論するわけで、大臣は出てこないわけじゃないですか。はい、なののでこの 次の選挙までっていうのは、はい、党にしっかりした政策議論できる人がいさえすれば、うんまあ,あの、いいんじゃないかと。でむしろこの選挙後に、はい、ちゃんとしたこう内閣、組閣っていうのができるんではないかと、いいうのは見てああ、なるほど、なるほど。そうすると、この、まあ、公約作りのために、はい、も、そこにこうリソースを集中させたような。そうですねあの、なんか高市さんがどっかのインタビューで答えてましたけど、ほとんど不眠不休、寝ないで、はい、あの書いてたっていう、うんうん、ああいうことができる人じゃ ないと、はい、だ持たないですよね、お飾りの成長会長だとできないですから、うんそこはそういう意味で党の布人をああいう形で厚くしたっていうのは、うん、あの一つの,お作あの良策だったんじゃないかと思いまあ後ほど、対中国っていうところに関しては、またね詳しくお話しいただきますが、この、まあ、外交・安全保障政策等々を見ても、結構ねあの、高市さんのカラーが出てるなんていうね話も報道されてます。すねうん、注目されてるところ やはりこのミサイル阻止能力保有のとこですよね。ここは、うん どうしっかり議論するのかなっていうところは非常に注目してます、これも私も前からもう3年前から2年前ですかね、何度もこの番組でお話してますけれども、まあ、中国、北朝鮮だけじゃなくても中国のミサイル能力がこれだけアップしてる中で、うん、中あの日本全土を射程に収めるミサイルでいうと、もう千数百発ある状況、うん、だけれども日本および日本にある米軍が持っている 中距離ミサイルというのはゼロっていう、この極めて危ない状況がずっと続いてるわけですね。やはりこれ、最大の抑止っていうのは、お互いにもう同じぐらいのこのミサイルを持ってるっていうのはえ一番の,あの抑止であなので、そこをどういうふうにこの抑止をこうリカバーする、取り戻すのかっていうところをしっかり考えて議論をしてもらう、今まで,でもう正直言って、議論すらもしてなかったわけですよね。あの2年前にミサイル保有 はい、っていうのを考えるべきじゃないかって記事を書いた時も、どうしたみたいな、こう、朝日新聞どうしたとか、な上村さん大丈夫ですかって、いや、大丈夫も何も、現実をファクトを書いただけなんです、私は。うん、今、こんだけワンバランスなんです。うん、で、やられたらどうするんですかっていうのを書いただけですが、なんかこれまたあの、よく言われます、朝日のネオコンとかですね、<laughs> はいはい、もう、もうネオコンでも何でもいいんですけど、<laughs> 考えましょうよっていう。 とこですよね。議論しないって、この国本当に多いなと、私は私のところから帰ってきて思いましたけども、台湾有事もそうですよね。はい、最初、あの、自民党の議連ですら、うこう、議、あの、議論しようと、あの、えー、そこでこう、私講師で呼ばれて話す時も、はい、いや、台湾有事って言葉はちょっと強いですよねって事務局に言われて、ぶち切れたんですけども、<laughs> これ台湾有事の話してるのに、うん、台湾有事って使わないでくれっていうのは何なんですかって。 あのですよりも状況はね、今ですらそのな、今ですらそんなこと言われないですけれども、んなんかその語ることすら、はい、なんで語れないんだっていう、うんもうあの多分日本以外でいうと当たり前の話なんですね、アメリカのメディアでも当然、台湾有事ってことは出てきてますしあの、どこの国でも出てきてるのに、日本だけ台湾有事ってなんで言えない,い、うん、確かにでしかもこれはというか。外交安全保障の範疇 というよりも,もうこれは本当目の前で起こってることだから、外交とかってくぐっちゃいけない、ね。もう本当にそう思いますね。もう、うんあとそ、よその話だねって言うんじゃないんですね。真っ先に。 もう巻き込まれたり、真っ先に被害を受けるのは日本なわけですから、うん、も,うもうまさに国内の問題なんですね。うんえー、そのあたり、まああ、立憲民主党は、まあ、健全な日米同盟を基軸にして敵地攻撃能力の保有には慎重に検討。で、一方で、えー、共産党は日米安全保障条約廃棄、えー、日米友好条約を締結し、軍縮へ転換していくと。えー、日本維新の会は日米同盟基軸、う領域内阻止能力の構築検討。えー 国民民主党は日米同盟の堅持強化、自立的な安全保障体制と、なんかこう、外交安全保障が今までその票にならないみたいなことが言われてましたけれども、そうですね、ここ議論しなきゃいけないですよ、ね、これを本当にもう関心持つべきですよね、票にならない時代、例えば冷戦時代とかで、うん、まあ,ある意味、その核抑止とかが安定してた時代とかっていうのは、もうあまり興味ないっていうのも分かるんですが、うん、今もう、われわれの生命、財産、例えばサイバー攻撃もそうですよね。うん、もう身近 いかにあなたのお金が例えばハッキングされてなくなったりとかするんですよっていう時代なわけで、うん、まさにグレーゾーンって言ってるんですけども、うん、こういう中で興味を持たないっていうことはもうありえない時代に入ってるってことですよね、うんうんえー、衆議院選挙今日公示その論点というところをお話しいただきました えー、スタジオに長官各紙が入ってまいりました。まあ、昨日は今日のですね、えー、衆院選の工事に先立って、えー、日本記者クラブで、えー、旧党首の討論会が開かれた、えー、その模様を一面トップというところが、まあ、各紙という感じなんですが、朝日新聞だけは、えーあ、ごめんなさい、毎日新聞だけは、あ、熱海市、あるいは県の、えー、盛土措置命令見送りというですね、えー、記事をトップにしています。これ、朝日が昨日すでにね、 トップで書いていたものですよね。はい、えーえー、そしてあの各紙国際面だとかで。えー 顔写真付きで載せているのがあの、アメリカのコリン・パウエル元国務長官、うん、があ亡くなったと、まあ、コロナ感染症、その合併症によるというところで、まあ、骨髄の病気をお持ちでいらっしゃったというようなことが、ねうん、一部で言われてまして、まあ、そうするとワクチンを打っていてもなかなか抗体ができづらいという,う,いうようなこともあったようですが。 あの、まあ、九十一年湾岸戦争を指揮した、はい、そして二千一年、えー、ブッシュ、ジュニアの政権で、えー、黒人として初めてアメリカ国務長官についた、そして九一一同時多発テロお、イラクに大量破壊兵器があるのではないかと、国連での演説。まあ、あれから中東にこう、どんどん関わっていく二十年間というものが始まったわけですよね。ね何か、ここで、 こうパウエル氏が亡くなるっていうのも時代の節目を感じますね、うん、そうですね今のこのちょうどアメリカの戦略とも符合する感じはしますよね、で昨日ちょうど、本当、偶然なんですが、はいあの、アメリカの国務省の人間とちょうど話をしているときに、この不法の一報が入ったんですね、そ,ででその彼はもともとパウエルさんの下でも働いたことがあって、しばらくその不法を見たときに、はい、もう本当に絶句して、 あ,あの、もう、声が出なくて、もう、本当にショックを受けてるんだろうなっていうのがよく分かりましたね。やはりこの、特にこの国務省なり、アメリカの政府の人たちからすると、ある意味、神様のような存在で、はい、すごくやっぱお人柄も素晴らしい方だったので、あの本当に部下に,部下に対する思いやりも、すごく、えー、あって、 方だと彼も言っていたので、<ー>そこはショックを受けていたようですね高潔無視な人柄、そしてねご自身がまああのお父様、お母様は、うんえー、まあ移民、ね、あジャマイカからの移民でしたか、うんはい、で、えー、最初、ペプシコーラの工場で働いてっていうところからの,、うん、この立身出世伝みたいなものすね。そうですね、もうアメリカンドリームのこの手を、うんまあ、そのまま行った方だと思うんですが、まあ昨日のその。 国務省の人間も言ってたのが、はい、まあね歴史にイフはないけれどももし彼がこの大統領になっていたらこの国はもっと変わってたんじゃないかっていうのも印象的でしたよね。はい、まあやはりそういうい意味ではあのイラク戦争を、はい での、このご本人もまあ、失敗だった、うんね、って言ってますけれども、えー、あの、大量破壊兵器が見つかったという、この CIA の、長官からの,この報告をその受けてしまったミスっていうのは、ちょっと、まあ、痛恨だったと思いますね。えー、今日の朝日の表伝、えー、人生の点であるというふうに振り返っている様を、えー、書いていらっしゃいます。えー、ということで、ここが気になるプラスでした。 さあ、メールやツイッター様々いただいておりますが、まずは、あ秋田のドバちゃん、えー、松坂大輔投手の引退についてうん、98年春夏の甲子園横浜高校の優勝の時から見てましたよと、えー、一郎選手を3打席連続三振、えー、試合の後、自信から確信に変わったという名言思い出します。本当にお疲れ様、そして夢をありがとうと送りたいですと。自信から確信に変わったって懐かしいっすね。本当。 えそれからあの峰村さんのお,お話について感想さまざまいただいております、まずこちらはですね、えー、埼玉上尾市のまーさん。 朝日新聞らしくなくて好きです <laughs>。<laughs> ありがとうございます。<laughs> え、それから、愛媛宇和島からいただきました、べイちゃんさん。えー、私も峰村さんと同じ、1974年生まれ、長野県出身です。そうですか。え、今は愛媛在住で夢を実現させるため奮闘中です。峰村さんの受賞に勇気づけられます嬉しいです。えいただきました。頑張ってください。夢の実現のために。え<ー>。同じ年として。うん、はい。<laughs> えー、そして、えー、さらにですね、えー、こちらあいただいておりますが、えー、総選挙本番ということで、葛飾茂明さん。えー お二人とも、長いこと中継に携わってらっしゃいましたよね、と、私と信庄アナウンサーについて。<ー>はい、はいえー。中継中に特定の陣営の選挙カーが近くに来る可能性を秘めていると、<laughs> 結構ドキドキしたり気遣う場面多いんじゃないですか、ということをいただきました。確かに、行くその場所の誰が出ているかなっていうのは、だ<ー>から事前に手元に持っといて、 っていうようよなね,ね、えー、フォローをしなきゃとかでも、あのー、選挙カーで仕事してるらっしゃる方から聞いたのはあのー、近くだとちょっと避けたりとかボリューム落としたりとかもするんですよみたいな気使ったりなんかもするん、えー、です10月19日火曜日時刻は朝7時を過ぎました。 改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は朝日新聞編集員、峰村健二さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。ようございます。よろしくお願いします。峰村さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次第最初のニュースはこちらです。 政府が主要産油国に増産を要請。政府は昨日、原油価格の高騰を受けて関係閣僚会議を開き、主要産油国に原油の増産を働きかけることを確認しました。また、萩生田経済産業大臣は会議終了後に、11月上旬の OPEC 石油輸出国機構と非加盟の産油国による会合、OPEC プラスまでに原油の増産をしっかり働きかけると強調しました。 えー、新型コロナ収束で主要国で経済が回復しているということを背景にまあ上がっていると、うん、まあガソリンの、ね、値段もリッターあたり160円超えてきてるんてすごいですよね、<か>ちょっとこの間もあの入れにガソリン入れに行ったら驚いてしまったんですが、これ、かなりあの深刻な問題で、もともとオペック、うん、産油国側としてはまだコロナがあったからということで減産していたものが、はい、あれ、意外と。 この消費が開発してるところのギャップなんですけども、じゃあこの、さっきみたい日本政府が要請したから、じゃあ掘りますっていうもんじゃないんですね。うん、これは相当時間がかかりますので、はい、このラあの、タイムラグがあるままもうあの、今年の冬ちょっと寒いって言われてる中で、うん、相当またこの、 オイルが足りなくなるっていう危険性がありますよねまあ本当、ね、さまざまなところからの引き合いと、あと、思惑も含めて、まあ、1バレルあたり80ドル超えてきてると、はい、これ、産油国としては、やっぱあこれでうちの財政だって潤うぞみたいなことも思うわけですかねそうですね、一時期やはり、このかなりこう石油、えー、脱石油のところで、あ油価、ね、が下がったりしてた時もあったので、うん、そこから見ると、この、 よし、もう一回、稼ぎ、も稼いでやるぞっていうところあるでしょうね。<laughs> ただ、かなり今、中国なんかでも停電が経済にも,もう直に影響出てきてますし、特に日本の場合はこれ、も輸入にほぼ頼ってるわけですから、はい、これ日本経済、せっかくコロナでこ回復しようとしてる時にダメージを受けるっていうのが一番心配ですねうん、まあ、政権としてもね、それもあって、関係閣僚会議も開いてと、これ、はい、俺そのガソリンの値段だけを考えたら、あのトリガー条項っていうのは があってこれは国民民主党の玉木さんが指摘しているところでもありますけれども、すで、はいうんまあ、に法律の枠組みとしてはあるんだから、それを使って、えーまあ、あの付加している税金を一部停止にして、えー、ガソリンの 格下げるべきだという話がありますが、はい、のこの辺どうなんですか重要なポイントだと思いますねあの、特に物流とかにも影響してきますし、これ、アメリカ、もしアメリカだったら、もう政権が吹っ飛びます、はい、選挙前にこんだけ石油が上がる、あ<ー>ガソリンが上がるだけで、特にあのアメリカは車社会なので、はい、もう と選挙前なんか特にそのガソリンの価格をピリピリ見てるので、日本はそういう意味では少し緩いというか、甘いというか、優しいなという感じがしますね。アメリカでもしこれ起こってたら、それこそ政府備蓄の放出もみたいな。うん、なるでしょうね。でもと、<ー>もう意地でも価格をあの上げないようにするっていうふうに動きますよね。うん、またほぼアメリカの話でいうと、これだけ床が上がってくると、シェールガスやオイルって っていうのもまたあの、ありえますね。シェールガスがかなりコストが高くて、一時期盛り上がったんですが、この床が下がったことで、はいえー、かなりシュリンクしてたんですけども、これでまたあの価格が 80, あの80度となってくると、これはまたあのシェルガスをやろうっていうふうなインセンティブが働く可能性あると思ってますあの共和党政権自体はね、結構、頑張れっていうような感じありましたけど、これ、環境への負荷考えってどうなんですかね、民主党政権だと。 そうですね。ここもまた難しいですよね。やはり今のバイ、特にあのバイデン政権で言うとう、まあ環境、特に気候変動っていうのが一番のもう重要な政策の一つなので、えー、なかなかそのハンドリングが微妙な。 こうききをしなななゃいけなくなってきますね、うん、当然ながら、その党内の左派の人たちがこうわーっと騒ぎ出すわけです強いですからね、バイデン政権のこの左派の声というのは、えー、あと、まあ、ケリー、えー、気候担当の特使もそうですね、はい、彼もね、ね相当発言力はあるっていうふうに聞いてるので、はい、なかなかこれから中間選挙に向けて、難しい、はいえー、局面がなってくると。 思いますね。うん,うん。まあ、選挙等々もこう見ながら、このしばらくは神経質なやり取りというか続くんですかね。そうなりますでしょうね。うなかなかこれ、先行きが予測しづらいところはありますね。う,ん,うん。えー、まあ、先物上昇の傾向が継続ということであります。えー、まずは、政府が主要産油国に増産を要請というニュースを取り上げました。 おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。LINE 問題で調査委員会が最終報告書を公表。通話アプリの LINE がデータを海外で保管していたことなどを利用者に十分説明していなかった問題で、調査に当たった委員会が最終報告書を公表しました。 報告書は LINE の中国子会社への業務委託について、中国政府に情報が流出するリスクなど、経済安全保障への適切な配慮ができておらず、事後的に見直す体制も整っていなかったことを問題し、グループ全体でデータの安全な管理体制を強化するよう提言しました。 え今日のコメンテーター、朝日新聞編集員の南賀健二さん、LINE の個人情報管理問題のスクープとその関連報道で、え今,年今,え今月6日、優れた報道に送られる新聞え、日本新聞協会の2021年度新聞協会賞を受賞されて、 おめでとうごあのまさにスクープがきっかけとなって、はい、こう動き出したで第三者委員会に調べさすんですっていう話をしていて、はい、その最終報告書が出ましたけれども、はい、どうご覧になってますか。 そうあの私も昨日あのオンラインの記者会見だったんですが、ええ、これには参加させていただきました。ええ、であの、最初にもう質問、がんがん投げてたんですけども、はい、今回は、えええー、3月の時の時とは違ってです、ね、ちゃんと私の質問にも答えていただい, <laughs> いたので、まああの、一つ良かったかなとは思ってます、ええ、あの時は手を挙げていたけれども、一切刺されなかった、ね、一番前で手を挙げていたにもかか,かわらずと。 <laughs> あのときは,は主体は LINE の方だったんですけど今回は Z ホールディングスと親会社の方だったっていう違いはあるんですけれどもただ、ちょっとこの報告書を読んでもですねまあ大丈夫なのかなとまあいわば LINE ていうのはも8600万8800万人が利用するもうほとんど公共 イン,はい、インフラ、というものが、うん、この、まだ大丈夫なのかなっていうのが率直な感想ですよね。お任しちゃっていいのかなっていうところがありますよね。<ー>で一つ私昨日質問したのは、はい、えっと前回の中間報告で問題だったのが、これ私の,あの報道がきっかけになって明るみになったんですが、うん、まあ、あの、利用者の全、えー、画像、 動画が韓国に、韓国にあるサーバーに保管されていたと。はい。うのが一番の問題だったわけですね。で、これについて、まあ、あのー、中間報告では、あの、一部の役員、 が、うん、えー、いや、あの、安心してくださいと、政府や自治体に対して、すべ、はい、てのデータは日本に閉じていると。うん、閉じた日本の中で収まってますよっていう、ま、まさに虚偽って言葉を使ってましたら、虚偽の説明をしていたと。はい。これは本当に一番の問題だと思うんですね。うん、そこをしっかり、例えば、本当は韓国にあるんですけど、とか、第三国にあるんですけどって説明しとけばまだいいんですけれども、うん、それがない。はい言わんや、嘘を国に対してしてるって、これ一番の問題だと思うんです。うん、ところが、まあ、 ここ、この、じゃ担当した役員は今どうなってるのかって聞いたらまだ。 あのその職にいるとまあそこ、あの昨日は答えて、はっきり答えませんでしたけれども、で、はい、も私の取材ではいるらしいということなんですね。ほうほうとなると、じゃあ、誰が責任を取ったのかっていうのも、いまいち明らかになってませんし、今後、本当に責任を取るのか、処分をするのかっていうのも、ちょっと注目はしていますそれこそね、今のワクチンの予約システムとかもそうですし、はい、あるいはあの、結構なね、あのまあ、キーマンとなるような政治家、 であったりとか、官僚の方であったりとか、もう連絡手段として使っていたりなんかするとす、ね。これ、それはやっぱりそのデータ日本に閉じてますよっていう説明を信じた部分はあるわけですよね。もう完全にそれはあの、複数の国会議員の方からも、あの、もうそれこそこの、えっと、か、もううちのあの、 3月18日の紙面の,、はい、あのタイトルが、全画像データ、韓国に保管っていうこのタイトルだったんですね。私の朝から私の電話にもうガンガンなって、はい、あの国会議員の方とか、官僚の方から電話来て、えー、私のデータって入ってたかどうか調べられてます。調べることできないですかねっていう電話が殺到したんですね。<ー>ってことを考えると、やっぱり皆さん、はいえ 言いたくないあの画像とかも含めて使ってる、それが第三国に流れていたってことには、まあ、恐怖に思っているんだろうということもありますし、のプライベートの話だけならいいんですけども、はい、結構これ、私の知り合いの、えー、外交官とかなんかも、えー、あの普通にこの業務で使ってるんですよね。うんうん、例えばあの総理が はい、外遊するときなんかもそのラインで全部やり取りしてたんです。はい、アメリカの大使館なんか、アメリカのにいた日本大使館なんかもそうだったんですけども、これがじゃあ、ライバル国とかにも、 に例えば第3が韓国なり中国なりに流れてた可能性っていうのもあるわけですよね。この今の状況で言うと。うんはい。もういきなり外交の交渉から言うとビハインド、不利な立場になる。う,で,、ね、うでもちょっとびっくりしたのは、やっぱり今回、き、昨日のこの最終報告書でも、この経済安保的にも、い。ろんなこのガバナンスがダメだって言ってるにもかかわらず、はいまだにまだ、何が問題だったのっていう、この呑気なあのんきなコメントをする有識者とかがいて、何が問題だろう。全て私は問題だと思うんですけども、えー このやはり本当に安全保障に直結する問題だったっていうのは私は思うんですよね。やはりその例えば、この昨日もまあこの第三国にこの利用者の情報は、はいえー、流出したことは確認できませんでした。 っていうふうに座長の方は言ってるんですけども、これ確認できたかどうかっていうのは昨日もは,あのはっきり言ってましたけれども、1年間だけなんですね。はい、<の>ああ、ここ一年だけこ,この1年だけ、ログっていうこのアクセスした記録を残しての1年だけで、1>, <ー>1年前のことは確認のしようがないわけなんですよ。だから別に流出しなくてよかったねじゃないんです。流出したことが確認できなかっただけなんですね。だから言ってると、言ってたことも十分あり得るってことを考えると、はい、例えば、えー、何かこう政治家のプライド のの問題とかか、えー、官僚の何か不祥事みたいな話っていうのが第三国に漏れていてその第三国が悪意を持ってそのデータを溜め込んでそれを例えば何か脅しに使うとか。 例えば週刊誌にリークするとかっていうことは十分あり得るわけですし、ないとは言い切れないわけなんですよね。という意味では本当にこれはあの私、ただのアプリの不具合ではなくて、はい、もう本当に安全保障の問題なんだとうんいうところを一番、昨日のまさにこの最初報告でも経済安全保障への適切な配慮ができてなかったっまさにこの部分ですね。今この米中、 が、対立が深まって、バイデン政権が経済安保が第一,一番大事だって言ってる先で、まさに日本のこの公共インフラ、ほとんどの自治体政府が使っている。 アプリがこんなずさんな状況だったっていうことになってくると、これまた日米同盟とかにも影響しかねない話ですし。そうですね、えー。これで、そのね、あのデータに関して、まあ日本のサーバーに移すんだということを、確か3月の時点でもそんなこと言ってたと思うんですけど、はい、それって進んでるんですかこれはどうも私も、あの、適宜、あの別にこれで、あの、 報告書が出たから終わりだとは全く思ってませんし、うん、あの取材は継続します。で、そこで言うと今のところは、あの、しっかり計画通りは進めてはいます。<ー>ただこの計画もですね、はい、最初言った話とまた違ったりとかですね、2>, 2点3点結構してるんですね。<ー>で基本的にこの、LINE 社の対応っていうのは、はい、聞かなきゃいい、聞かれなかったらいいやっていうところなんですよ。 なるほどこれもよく言うあの聞くセリフなんですけど、だってあなたたちが聞かなかったよねっていうスタンスなんですね。だから僕らは言わなかったんだよ。これが僕、この問題で根本だと思ってるんです。はい、そ,れそれじゃ違うんですよっていう、やっぱり公共のプラットフォームなんですから、自分たちから開示するっていう意識が本当に欠けてるなと。で今もあんまり私は変わってないんじゃないかっていう思ったのが、はい、昨日あの内部でこの事件を受けて、この委員会がアンケート、社内に2300人に、 アンケートを取ったらしいんですね<ー>どういう再発防止、どういう意識でしたか。回答率が30%しかなかった。<ー> <laughs> これ信じられないですよね。普通こういう何かこう問題が起きたときっていうのはほとんどもう100%に近い回答が来るのに、はい、さらにこれあまりにも回答が少ないから2回も、2回追い,し追い質問をして、ようやく30%の回答があったってことを考えると、はい、本当に。 この会社は変わろうとしてるんだろうかっていうのを、この、あの、当時のこの検証部会の川口さんっていう座長もですね、はい、非常に残念だってやっぱりおっしゃってましたけども、本当に真摯な対応なのかなっていうのは、もう昨日のあの、 この会見を聞いてると疑問に思わざるを得なかったですよね。えー、これそのまあ僕なんか IT とかそういうものが詳しくないので,でそういうこう詳しい人なんかに聞くと「いや皆さんそんなこと言ってもねこれサーバーを日本に置いておくとお金がかかるから、あのー、安いところに置いておくのは当然のことなんですよ」みたいなことを言う人もいるんですけど。 本当にやっぱりただほど高いものは僕はないと思ってましてここは例えばまあだから100歩譲ってあの中国に行きます韓国に行きますっていうの同意をしっかり得れば。 利用者からそういう人が利用者が OK だっていう人は使えばいいと思うんですけども、やはりこの国のインフラとして使って、ワクチンの接種情報とかっていうのをやるんだったら、日本に私は置くべきだと、うこういうふうに思いますし、だって今回もこの報道を受けて、結局日本に移したわけですよね。はい、移すことができるわけってことは、結局はやればできたのに、やらなかったっていうのは、これある意味、一つその責務を、なの責任感の欠如だと言わざるをえないし、コスト意識ですよね。 かかるから<ー>っていうところの、自分たちはこの公共インフラだって意識のなさですよね、であとはちょっと私、今、非常にびっくりしてるのが、はい、結構この報道を受けて、結構内部でこの犯人探しみたいなことをやってるって話が、うん、私の協力者からも入ってきてて、<ー>そこじゃないだろうっていうところですよね、それよりも,もっと改善するほうにね、しっかりやってほしいなというのを思いますよね。はい 続いて教えてニュースキーワードです極超音速ミサイルイギリスのフィナンシャルタイムズは中国が8月に核を搭載することが可能で音速の5倍以上の速度で飛行する極超音速兵器の実験を行ったと報じましたこれを受けて中国外務省は昨日の会見でミサイルではなく宇宙船の再利用技術を検証するための定例の試験だと否定をしております この極超音速ミサイル、結構衝撃的なニュースでしたがいや本当に驚きましたねこの、これまでも極超音速ミサイルは中国を持っていて、はい、DF17 という、これは中距離のものなんですが、えー、これはもう、もっとロング、長い、はい、さらに宇宙をこれ、地球の周りを周回したということになってくると、全くこれ、違うものになってきますね。ロケットで飛ばしてて周回回軌道ぐぐるぐる回らしてからか 落ちてくるそうなんです。こうなってくると、うん、これまでのこの、まあ、特にもう完全にこれアメリカにこう向けたものであるというふうに考えられて、 アメリカのこれまでのミサイル防衛っていうのは基本的には弾道ミサイルですよね。はい、こうこの弧を描く。うん、しかもまあ、その弧っていうのも中国、ロシアから飛んできた場合、大体北極海のあたりを通っていくので、うん、まあ予測つきやすかったわけですね。はい、ところがこれ、ぐるぐる回ったら、ええ、こっちの南の方から行く、行くのかもしれない。うん、どっから行くのか太平洋を超えるかもしれない。全然予測ができない。うん、さらに弾道と違って、この、 コースを変えるので、はい、これ事実上もうあの迎撃。 うん、をすることっていうのはもうほぼできなくなるっていうものですよね。非常に深刻な、あの、ことだと思っています。それに核弾頭が搭載可能ということになると、その、いわゆる核の抑止力の概念が、全くこれ、根底から覆る可能性があるありえますね。今のところまだ中国はまあ核の弾頭の数も少ない。はい、あの、一番長距離の ICBM も、 アメリカと比べると少ないと言われてるんですが今急速にあのどうもこの内陸の砂漠とかにそのサイロっていう核納庫を作ったりしている動きがあるのでこれも本気でアメリカとガチンコで行くんだっていう軍事的にはそういう動きだと見てもいいいと思いますねこの地球の周りの周回軌道にまず投入するということですけどってことはずっと。 回らせ続けることだって可能ってことですか、まあ、理,理論的には可能ですね。<ー>なので、まあそこは本当に予測が難しいですよね。で、さらにそれがこう普通の衛星みたいに回ってくれれば簡単に迎撃はできるんですね。予測できるんですけど、<ー>それがこうコースを変えるとなってくると、なるほどもう全くわからないですよね、そこは。 これ、まあ、中国側は否定もしてますし、また、中国側は、ね、もともと、その、核の先制攻撃はしないっていうことは、はい、一応は言ってますけど、そこも変わってきつつあるんじゃないかという指摘もます、ね、もう、これは、あの、意思と能力の話で言うと、はい、まあ、意思の部分ですね、先制攻撃しませんよっていうのは、うんうん、これ別に変えようと思ったら2秒で変えられるわけなんで、んあまり私は、あの、その言葉に意味はないと思ってますし、今、中国軍の内部でもう、そこはもう、 はい、え見直そうかって話は議論されてるっていうのは、いろんなとこから入ってきてますので、それは本当に、あの、かなり、 こう、緊張が高まってきてると見ていいですよね。うん,うん。で、そこでね、考えると、その核の傘、アメリカの核の傘のもとに日本だって、それがこう、なくなることだって考えられるぞってとこですよね。そうですね。これも日本もそうですし、台湾有事を考えても、要はこれ、中国の、あの、よく、専門家が言うのは、うん、アメリカは中国のこの核が怖くて、 えー、例えば尖閣有事、台湾有事になんか絶対手出してこないぞっていうのが彼らの一番の,この自信なんですよね、えー、でそこはもう、ある意味、もっと、このなんですか、このもっと危機がアメリカ側の脅威が上がるとなってくると、うんあの、ますますこの台湾有事とか、尖閣有事の時に、米軍がこう出てくるかってなってくると、すごく、えー、疑問というか、不安になってきますね、そこは。うん、これその状態で って考えるとじゃあどうやってこう守っていくんだっていうのう真剣に議論しなきゃいけないところだから今、議論になっているその敵基地攻撃能力も含めて、えー、用意しないと、これは本当に今までのこのミサイル防衛だけではもう、はい、あ,のある意味、立ち行かないってことを意味してますので、そこはもう真剣に、もうこちらも抜本的なこう議論ってしなきゃいけないと思いますね <laughs> 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニュースを 中国当局がソニーの中国法人に罰金1700万円を課す中国当局は商品の宣伝活動で国家の尊厳を損なったとしてソニーの中国法人に100万元日本円にしておよそ1770万円の罰金を課しました ソニーの中国法人は日中戦争の発端となった露光橋事件から84年にあたる今年7月7日に新製品を発表すると広告をインターネット上に掲載し、中国国内で批判が出ておりました。この事態を受けてソニーの中国法人は広告を削除し不適切だったと謝罪をしておりました。 広告出したのは6月30日だったんですが、今になってこんなことがっていう <laughs>。そうですね、まあこれかなり私、北京の特派員やってた時もそうだったんですが、こういういわゆる日本企業に向けたこの歴史と絡めた炎上っていうのは結構よく起きてまして、はい。ろ いろんな要因があると思うんです特に今、もう中国は政治の季節に入ってるんですね、つまり来年の秋に中国共産党大会、第20回の共産党大会がある、そこで習近平国家主席が異例の3期をやるかどうかっていう意味では、相当今、中国政府もピリピリしてるっていうのはまずありますね、その中でも、いかに今、いろいろ高大集団の事件とかありますけども、ある種のポピュリズムというか、も みんなに人気を得たい、はい、そのために人気を得たいっていう政策をやっているので、ええ、これはかなりこう、そういう意味で日本っていうのは、日本と歴史っていうのは、ある意味パワーワードなんで、中国においては、ーこれターゲットになってしまうというとこはありますよね。あ<ー>分かりやすい敵を作って、それを叩くんだってところで人気をすそうですね、あの本当に、そういう意味では、このどう敵に選ばれるかっていうのは、本当によく分からないところがあって。 前もあの日本の自動車会社が、車をバーって行くところに、それをひざまずいてるみたいな絵が、これはなんか屈辱だみたいなので炎上したりとかっていうのもあったりとか、それがよくわからないですよね。だから、そういう意味では結構、アメリカの会社とかだと、そういう専門の,この対策する会社を雇ってたりとかしてるんですけども、日本企業の対策が甘いなと。 いう感じがします特にこの七月七日もちろんそのたねちょっとタイムラグありますけれどもこの微妙な時期に打つっていうのは、はい、ちょっとこれ危機管理としてはあまり、えー、よくなかったのかなという気がしますねああ、その日付の重みであったりとかっていうのを考えなきゃいけない、うんえー、考えなきゃいけないと思いますね中国でお金を儲けたいんだったらってことですけどもねしかしまあこういうことが起こるってなんかすごくリスクが高いような気がしますよねそう思いますね本当にもうどこからたま が飛んでくるかわからない状況で、これ実はこれ中国の話になってますけど、これ実はアメリカからのこれプレッシャーってもう一個あって。 日本企業はこれまさにさっきの経済安全保障 LINE の話もそうなんですけども、これで言うと今結構こうオーストラリアのシンクタンクなんかに名指しされてる日本企業、特にウイグルの人権問題に加担してるとされてる企業ってなもうかなりの日本の大手も名指しされてるんですね。で、この辺の対策なんかを見ていても、私のそこ該当してる会社の幹部とまあちょっと意見交換をしたことがあったんですが、まあ、 大丈夫ですよねっていうような感じの根拠のない自信があるんですよ。これは全然そんなことなくて、これからやはりウイグルの問題、はい、特に北京の来年の2月の北京冬季五輪オリンピックに向けては、あの、かなりアメリカサイド、欧米側からのそのウイグルの人権問題に対する批判というのは高まってくる。はい、その中の一番のこの標的に日本企業っていうのがなりやすいってことを考えると、まさに米中、アメリカと中国、 両方からのこの目っていうのを気をつけないと、本当にもう企業が一個ぶっ飛んでしまうっていうような今、状況になってるんですね、うん、それこそね、すでに報道もされてますけど、今年の夏あたりですか、ユニクロのシャツがアメリカの荷上げを止められたっていうのがありましたよ、ねはい、そうですね、もうあれもまさにこの面が、ね、<の>信面がで信面使われてるっていうところですね。まあこの間の間会長がある意味 謝罪というか、してましたけれども、えー、あれも対応も遅いですよね。もっとそのあたりをしっかりこう、もう昔、やっぱり日本企業ってそういうところは結構緩いという、私、意識があって、アメリカ企業とかだと自分たちからもインテリジェンス取りに行くんですね。そういう今どうなってるのか、<ー>アメリカの法規制、中国の法規制どうなってるんだって調べに行って対策を練るっていうのが主流なのに、日本企業、大手の企業さんでも割と、はい、まあ、 お上が何とかしてくれるからみたいな企業が結構あるのが、ちょっとそれはもう時代についていけませんよっていうところですね。うん、まあコンプライアンスっていう、まあその法律を守りましょうだったらいいんですけども、はい。経済安保は守るだけじゃダメなんですね。うどうなってる、今世界がどう動いてるのかっていうの自分から取りに行かないと、ある意味このもうんですか、安全保障の話なので、自分から取りに行って自分からもう保険をかけて守っていくっていう対策を考えてないと、ーー国に任せてたら、 もうとても追いつかない。 ま、特に、今度の、今の政権は、あの、経済安保大臣、経済安全保障大臣を作って、はい、ま、そこは期待する、私も個人的ですごく期待している動きなんですけれども、うん、まだ、ある意味はできたばっかりなので。そうですよね。はい、これから法律作る,る、ね、これからですね。で、あの、経済安保推進法案っていうのは、これからまず議論されるので、はい、うん。それまでの間っての、ね、は、やはり企業がもう自主的に、こう、動いて、身を守らないと、うん、今回のこのソニーのような事件に巻き込まれかねない。えー 市場からひょっとしたらもう、もう出されてしまうっていうリスクがあるということは考えなきゃいけないと思いますねこれ、確かに法律にのっとってやってますっていうだけだと、防ぎきれない事案ですよ、ね、そうな、これまさにコンプライアンスとは全く違うものなんですよね、まあこれがちょっと経産法とはちょっと違うんですけども、はい、やはりコンプラ的なこのただの守りっていうか、これだけやってればいいよねっていう時代はもう終わったというふうに私は思いますね。うーんうーん えあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。LINE の話、メール、ツイッター、質問が続々届いております。え、ラジオネーム、何でもびっくりさんは、山戸市の方ですね。どうして LINE の対抗馬代替システムが出てこないんでしょうか真似できないほどすごいシステムなのか日本人のやる気のなさ、マスコミがチャレンジするよう、おマスコミから、煽れませんかねと、お、いただきましたが、これやっぱ思いますよね。国産のものがあったらそっち使うのにって。うん そうですね、まあ、まさにこの今のこの何でもびっくりさんの思いと一緒で、私、このためにこう矢を一発放ったというところがあります、えーえ、やっぱりなんでできないんだろうなっていう、あのこそんなに難しいもんじゃないんですよ、このアプリ自体も。えー、なので、これは少し国なりが動けば、できる話なんですが、はい、結局もう、まあ、いいや、みんな若い子も使ってるし、乗っかっちゃっとくっていう、この安易な対応ですよね、はいまあ、これは政府の方にも私、問題あると思います。 うんこれやっぱり今のところ企業任せになってますけど、これだけインフラとして使うってことを考えると、はい、何がしかのこう介入っていうのは必要になるじゃないですかそう、まあ、介入だと、まあ、その監督ですよね、監督それが必要で、やはり今回の報道のライン報道の私、一、ま、つ、あ、効果だったかなというふうに。あの 専門家のことに評価していただいたのは、はい、ある意味、このプラットフォーマー、この LINE とか Yahoo さんとかって、こういうでかいプラットフォーマーを監視する機能っていうのを、今回初めてできたと、うん、もうかなりもう、われわれラジオとこう新聞とかよりも、大きなもう存在になってますよね、えー、ここ今、ま、今までは誰も監視してないような状況だったので、うんうん、ここへの監視っていうのを、これからも続けていこうと思っています、うんえー、たくさんのメールツイッターいただきました、どうもありがとうございました。